まりさー、ホンダが盟友、八千代工業を、インドの会社に売却ですって？つい先日、株式公開買い付け TOB が成立したぜ。実は、ホンダが四輪車の生産を、外部に委託したのは、八千代工業だけだったんだ。それだけ、信頼を置いていた会社だったのね。一体、急になぜ？やはり、EV 普及の波で、いろいろと問題が発生したんだ。そして、過去の歴史を読み解くと、八千代工業がホンダに振り回されるのは、今に始まったことではなかったんだぜ。今までのことも気になるわ。今回は、ホンダに売却された、八千代工業の実態について、解説するぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。埼玉県狭山市に本社を構える、八千代工業は、1947年に、大竹塗装所として創業。燃料タンク、サンルーフ、各種部品の製造を行っている会社なんだ。塗装業から、自動車部品会社になったのね。1968年に原車名に変更すると、1972年、ホンダの軽四輪乗用車、ライフステップ版の受託生産を開始。これにより同社の関連会社となったんだぜ。ホンダの正式名称は、ホンダ技研工業株式会社だが、今回は馴染みがあるホンダの名称で、説明していくぜ。トールワゴン型をした、軽規格のライト版として、有名な車種だったわ。その後、1977年、自動車部品の燃料タンクの生産を開始。1986年には、自動車部品のサンルーフの生産を開始。その後、軽四輪トラックアクティ、ホンダビート、ホンダプデイの、受託生産を開始し、ホンダの軽自動車の生産を、全面受託したんだ。部品だけでなく、自動車製造、そのものをしていた時期があったのね。その後、1997年、タイとアメリカに連結子会社を設立。2006年、ホンダの株式公開買い付けにより、同社の出資比率が、34.50% から 50.41% に引き上げられ、連結子会社となったんだ。ふむふむ、ここでホンダの子会社になったのね。しかし、2010年7月、リーマンショックの影響で、ホンダが生産拠点の見直しを行ったため、新工場の計画は中止。それと同時にホンダは、新開発の軽乗用車に関して、自社の鈴鹿製作所で、生産する方針を決定したんだ。これによって、八千代工業は、軽乗用車の生産から撤退することが決まった。また、自動車部品の製造に、戻ることになったのね。そして2018年、ホンダが、国内四輪車生産拠点の集約を発表。車両組み立て部門が、ホンダオートボディ株式会社として分離され、ホンダ技研工業の完全子会社となった。そして、2023年に、八千代工業の売却を発表したんだ。一連卓章の中だと思っていたわ。ホンダは八千代工業の株式 50.4% を保有し、2023年11月20日までに、買い付け予定株数の下限を超える、91.83% を取得。翌日、八千代工業に対する TOB が成立したと発表したぜ。どこの企業に売却したのかしら？保有する全株式を、インド自動車部品大手、サンバルダナマザーサングループに、譲渡する方針を発表したんだ。どのくらいの売却利益が出たのかしらね？八千代工業は、行政買取の手続きなどを経て、上場廃止となる見通しなんだ。買い付け総額は、165億円となる。売却金額は約190億円と言われ、ホンダにとって、あまり利益が多い、とは言えない金額だったぜ。一応、約25億円ほどの利益になったんだね。で、気になる八千代工業の業績は？八千代工業の、2020年3月期の連結決算は、最終損益が31億円の赤字、前期と比べ43億円の赤字となった。31億円の赤字はかなり大きな額になるわね。売上高は、前期比 4.1% 減の1546億円。営業利益は、前期比 41.5% 増の9億9200万円。部品供給費用、リコール関連費用及び減損損失など、一時費用を計上し、前年度に比べ2億9100万円、41.4% の増益となったんだ。直近は、どういう経営状況だったのかしら？東証スタンダードは、2023年10月31日大引け後に、八千代工業の決算を発表。2024年4から9月にあたる、3月期第2四半期累計の連結最終利益は、前年同期比 24.7% 減の31.9億円。
約 25% 減は、かなり経営を圧迫していると予想されるわ。試算した10から3月期の連結最終利益は、前年同期比 94.0% 減の、1億円に大きく落ち込む計算になる。直近3ヶ月の7から9月期の連結最終利益は、前年同期比 91.1% 減となる、2.4 億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は、前年同期の 8.0% から 4.0% に大幅悪化した。順調とは言えない状況ね。八千代工業が現在手掛けているのは、自動車の燃料タンク、カーボン製品、樹脂製品なんだ。ホンダは2040年までに、すべての新車を、電気自動車の EV 化、燃料電池車の FCV にする計画を打ち出している。その EV では、燃料タンクが不要のため、八千代工業を売却したと見られているんだ。ホンダは本気で、電動化に取り組むことを決定したのね。売却先として、幅広い自動車メーカーを顧客に持つ、サンバルダナ・マザーサングループが、適切だと判断された。同社は、ワイヤーハーネス、バックミラー、樹脂製品を製造する会社で、特にワイヤーハーネスは、インド市場の 60% のシェアを占めている。自動車部品を取り扱うメーカーとして、インドではかなり大きな会社なのね。売上高は1兆3500億円で、各国の自動車部品メーカーの買収にも、積極的に動いているんだ。1986年に創業された、サンバルダナ・マザーサングループは、日本の住友電装との合弁会社として、設立されたんだぜ。日本と、全く無関係な企業ではなかったわけなのね。母親と息子で設立した会社のため、マザーさん、というわかりやすい社名が付けられたみたいだ。安直なネーミングだけど、覚えやすい企業名だわ。サンバルダナ・マザーサングループの、樹脂製品を手掛けるオランダの子会社が、八千代工業の議決権ベースで、81% の株式を持ち、ホンダは 19% を持つ予定だ。そういえば八千代工業は、水素に関する部品も、製造してなかったかしら？そうなんだ。八千代工業は、燃料電池車や水素エンジン車に必要な、高圧水素タンクも製造していたため、ホンダは水素に見切りをつけたとも言われている。最近では EV が伸びているけど、どうして水素自動車は普及しないのかしら？燃焼するときに、CO2 が発生しない水素は、クリーンなエネルギーとして期待されているが、水素ステーションを作るコストが高くて、なかなか普及が進まないんだぜ。水素ステーションって何なの？水素を提供する、ガソリンスタンドのような設備施設なんだ。一般的なガソリンスタンドの建設費は、7000から8000万円と言われているが、水素ステーションは、約4億5000万円かかると言われているんだ。よ、4億？約5倍も違うのね。国はコストダウンを目指し、2025年までに、約2億円程度になるよう、コストダウンを目指しているんだけどな。4億5000万円を2億円にするって、本当に可能なのかしらね。ホンダとしても、普及するか不透明な、水素自動車への取り組みは、見切りをつけた形を証明したのが、今回の八千代工業の売却だ。新エネルギー車は、どの種類の自動車が、シェアを伸ばしていくのかにも注目が集まるわね。水素技術の総合的競争力ランキングでは、1位がトヨタ自動車、2位が日産自動車、3位が韓国のヒョンデモビリティ、そして4位が、ホンダだっただけに、もったいないとも言われているぜ。確かに世界4位の技術なら、ちょっともったいない気もしてきた。ホンダの自動車事業の販売は、日本以外の地域では前年割れになり、総崩れ状態と言える。日本での売り上げは Nboxが人気だが、軽自動車なので、利益が大きいとは言えない状況なんだ。Nboxはデザインもかっこいいわよね。Nboxは2012年以降、軽自動車の販売台数で常に上位を維持、2018年度以降は Nboxが人気ナンバーワンで、タントとスペーシアが、2位争いを繰り広げているんだぜ。人気の軽自動車は、いずれもスーパーハイトワゴンタイプなのね。2023年には、6年ぶりにフルモデルチェンジした、Nboxが発売。新たな Nboxは、人間のための空間は最大、機械のための空間は最小限という、マキシマム、メカ、ミニマム思想に基づいて、開発されたんだ。日本一売れる、軽自動車を維持できるのか、注目が集まっているということになるわね。一方でホンダの二輪事業は、国内での販売数は低調だが、アジア地域での売り上げが、好調に伸びている。しかし、にもかかわらず、人員削減も行っているんだぜ。人員削減をする理由は何かあるの？自動車の電動化に向け、
研究開発が1兆円程度必要になるんだ。その費用工面をするために、人員削減をしていると言われている。2022年、ホンダの早期退職プラン、ライフシフト、プランの応募者は、当初に予定していた、約 2.5 倍に相当する、2500人に達していたことが、判明したんだ。ホンダの未来が不透明だと、判断した社員が多かったということかしら。しかし、人員削減を行ったのは、ホンダだけではない。八千代工業とホンダの蜜月関係について、もう少し深掘りしてみよう。お願いするわ。八千代工業といえば、ホンダと、最も長く深い関係を持ってきた部品メーカーで、主に燃料タンクと、サンルーフを取り扱ってきた。その八千代工業を売却したとなれば、ホンダは本格的に、EV と FCV シフトへ向けて、動き出したことになる。さっきも言ってたけど、ホンダは、EV と FCV に命運をかけているのね。八千代工業の歴史を振り返ると、1947年に大竹塗装所として創業し、1953年に八千代塗装として設立された。ホンダ創業者の本田宗一郎氏と、八千代工業創業者、大竹家の親交もあり、ホンダ技研工業の指定工場となって以来、ホンダとの関係が続いてきたんだ。そんな古くからの付き合いがあったのに、売却したのね。本田宗一郎氏も、八千代工業の社長を務めていた時期もあり、ホンダが四輪の生産を外部に委託していたのは、八千代工業だけと言われる。両社はまさに蜜月関係で、ホンダ軽自動車生産の全面受託をする時期もあった。そういう歴史があったからこそ、今回の八千代工業の売却には、驚きの声が上がったわけね。そして過去にも八千代工業は、ホンダに振り回されがちだったんだ。どういうこと？ホンダが人気の Nボックスを集中生産する計画、あれは本当は、八千代工業の鈴鹿工場敷地に、新工場を建設する予定だったんだ。しかしリーマンショックで、新工場の建設は、2012年に中止が発表された。あらら、リーマンショックの影響は、大きいわよね。結局、Nボックスの生産は、ホンダ鈴鹿製作所で行われることになった。これによって八千代工業は、2012年2月、早期希望退職者制度を導入したんだ。受注生産していた、自動車製造の仕事がなくなったわけね。同年、翌月までに、全従業員の3割超に上る、771人が応募し、特別加算金などは、一部ホンダも負担。それでも八千代工業の負担金額は、約16億円と言われたんだ。771人の早期退職って、すごい数よ。ホンダの自動車部品を供給する企業の中でも、同社の生産計画の変更に翻弄されてきたのは、八千代工業が一番代表的だな。しかもホンダは現在、2040年までに内燃機関を全廃するため、サプライチェーンの構造転換や見直しを積極的に進めているんだぜ。サプライチェーンって何かしら？製品の原材料、部品の調達、販売までの一連の流れを、サプライチェーンと言うんだ。ホンダは車載電池を、韓国の LG エナジーソリューションと、アメリカに新工場を建設する計画を発表。また車載電池の素材調達は、国内トップクラスの鉄鋼メーカー、阪和工業株式会社や、韓国最大の鉄鋼メーカー、ボスコと提携している。ホンダも、頑張っているのね。今回はホンダ内部の関係者からも、まさか八千代工業を売却するとは、との驚きの声が上がっているが、ホンダは2022年も同様に、100% 子会社で、キーレスシステムドア部品などを手掛ける、ホンダロックを売却しているんだぜ。ふむふむ。売却は、八千代工業だけではなかったのね。売却先は長野県のモーター電気部品会社、ミネベア三積株式会社で、小径ミニチュアサイズのボールベアリングでは、世界シェア第1位なんだ。すごい会社ね。ホンダは2023年3月期の決算で、アメリカからのリコール費用計上により、四輪事業が166億円の営業赤字に転落。四輪事業が年度ベースで赤字となるのは、11年ぶりで、まずは収支改善を目指し、比較的ドライな経営を進めているんだ。ホンダファンは、今回のことをどう思っているのかしら？八千代工業の今回の件は、自動車業界人やホンダファンにとって、非常にインパクトがあるものとなった。かつては三重県四日市の工場において、軽自動車のビートや S660 といった伝説的スポーツカーの製造にも携わった会社だからな。オープンになるビートはよく見かけたけど、2022年で生産が終了してしまったのは残念ね。ホンダユーザーは、
次のような意見を述べているんだぜ。経営的にスリムになることは悪いことではない。ただし分離すると人材も失う。今の四輪事業に優れた社員は残っているだろうか。先進性から見ればすっかりトヨタにお株を奪われた形になっている。80年代に次々と新価値を提供していた勢いはどうしたのか。ファンだからこその切ないコメントね。他にもこんなのもあるぜ。ずっとホンダファンだったけど、正直その気持ちがぐらついてきてる。一ファンにすれば理解できない動きが続くと、ちょっとついていけない気持ちになってくる。ホンダの象徴でもある内燃機関のエンジンをやめるのは悲しいけど、 FCV で他にできないような画期的な発明ができればまた栄光をつかめる気がする。やっぱりエンジン時代のファンは根強いわね。F1 参加なのにエンジン止めるとか大丈夫か。エンジンがなくなったらホンダは終了だろう。個人的には水素エンジンを頑張ってほしかったけど、ホンダは同じ水素を使うならより環境に優しく航続距離が出せる FCV の方がいいと判断したみたい、などの声もあるぜ。確かに F1 はどうするんだろう。今回の件はネガティブなイメージがあるが、経営判断としては正しいという専門家も多い。どうして。ホンダの立場で見れば、これまで厳しい時期にも支える必要があった系列企業を整理独立させることは、自動車の大変革期において身軽になることを意味するんだ。確かに八千代工業は赤字だったからね。特にホンダの四輪部門は長年の課題となっているのが利益率の低さ。その点を改善するにも系列企業の整理は有効な手段になるんだぜ。経営スリム化ってやつね。外資の参加入りした後、八千代工業の経営体制などがどうなるか心配する声もあるが、同僚からは八千代工業がグローバルに事業を拡大していくチャンスとする見方も出ているんだ。それは良いことね。一方のホンダは電動化に向け、日立製作所が3分の2を出資、ホンダが3分の1を出資し、日立アステモ株式会社を設立。2023年には日立が出資比率を下げ、お互い 40% ずつの出資比率とし、残り 20% は産業革新投資機構のファンドが保有。ホンダは本当に電動化一本に絞っていくのね。日立アステモ株式会社は自動車部品の電気と機械の両方を自社開発しているんだ。最高経営責任者にはホンダの前社長が就任し、影響力を増している。日立とホンダの技術力が活かされている会社になりそうね。株式上場を目指す日立アステモ株式会社だが、2023年5月19日には2021年12月に公表したブレーキ部品やサスペンション部品の検索性に関する調査結果を発表した。これは納期優先で品質軽視をした結果となってしまったんだ。早速ちょっと不安なんだけど、うまくいくといいわね。ちなみに今回の八千代工業の売却はホンダからの働きかけでなく、サンバルダナマザーサングループ主導のものだったとされている。今後も外資による自動車部品メーカーの買収がもしかしたら活発になるかもしれないな。みんなは八千代工業についてどう思う？コメント欄で教えてね。チャンネル登録も動画を作る励みになるぜ。それではご視聴ありがとうございました。